公衆電話まで。公衆電話は早かった。今の一番ひどいところはどこですか。荒池とか、あと坂舞台池、池の近くが、市役所の周りとか。うん、それで乗船は始めたんですか。初めてやりました。いつですか、去年からとか、いつ、何ヶ月か前。いや、去年から池の台は始めまして、ほぼ池の台は面的乗船。うん、一軒だけじゃなくて、その地域全体の庭の表土を取ったりとか、植木を切ったりとか、植木も、はい、あと屋根の剪量とか、そういうことを始めておりまして、それでこちらはいつになりますか。こちらは、来年とかそういう、多分このままではならないかもしれないですね。もし、これだいぶ低くなってます。除染対象になっているところが少なくなってきてるんですね。だからそういうところも踏まえれば、わからないですね、うん、こちらが。ただ順番には入ってますけど、一番最後です。で、自治体の方と仮設の方の交流が活発っていうのはあまりないケースなんですね。ですよね、はい、初めて聞きました。うん、それこれはいいんで、幼稚園との交流、うん、それから地域との交流っていうのはすごい、他の仮設にはない、うん、交流させていただいて、うん、これは素晴らしい、初めて見たわ。僕は今までずっと2年間の間取材して、それで仮設をたくさんたくさん見た、これは初めてです。この今まで感じたのは、仮設ってちょっと離れてるところ、誰もいない、この、ね、寂しいところにあるみたいだから、これはいいですね。それでこの仮設の場所は小学校には一つあるんですけど、第二小学校のために取ってた土地らしいんです。あ、そうですか。それでちょうどこの大きな空き地が空いてて、そこに今回俺小学校じゃなくて仮設を建てていいですよってことで、市の方の土地でやっと許可もらってね。ここになんか仮設住宅に住んでる方は どの方ですか。この年寄りの方とか何、そうですね、高齢者が多いです。若い方はやはり県外とかに行かれて、でもここで赤ちゃん生まれた人が2名います。震災後に2名、3名ですか、お母さんがここにいたからってことで、出産にわざわざ仮設に来て出産してくれた方もいますし、ここの方は先日生まれたばっかりです、女の子。あ、本当じゃん。だからここで3名の方が生まれています。